遠くから眺めている状況に、これが夢だと気がつく。そんなに泣かないで。だって。姿はぼやけて曖昧で、声も途切れ途切れだ。ただわかるのは、そこが暑い夏の日だということ。幼い頃の俺が、誰かと会話しているということ。僕が約束破ったことある？ない。けど。大丈夫。今日は泣き虫だね。約束、絶対あるかな。忘れんなよ。また、あの夢を見た。繰り返し見ているはずなのに、起きた途端に欠片さえつかめなくなる。不思議な夢。けれど、懐かしさを感じる。俺は一体、どんな夢を見ていたんだろう。大学2年の夏休み、両親が今年も父の実家へ帰省するというので、俺も久しぶりについていくことにした。父の実家は、地元では多少名の知れた家柄らしく、祖父母が13年前に他界した後は、父の兄である、叔父が家を継いでいる。あんた、アキラ？久しぶりね。全然来ないから、最初誰かわからなかったわ。久しぶり。しおり姉ちゃんは、あんまり変わらないな。そう？お世辞でも嬉しいわ。別に、そういうつもりじゃねえけど。かすみも久しぶり。うん、久しぶり。10年ぶりかな。そうだな。水木なんて俺のことは覚えてねえだろ。あんまり。小さい頃に一緒に遊んだんだけどな。当時は、3歳だっけか。覚えてなくて当たり前だから気にするな。改めて、いとこの森本明だ。よろしくな。森本瑞希です。よろしくお願いします。お、そう固くなるなって。10年前までは、毎年夏には必ず、俺は両親と一緒にこの家を訪れていた。けれど、あの夏以降、俺だけ足が遠のいていた。今まで母親が俺をここに連れてくることを拒否していたからだ。詳しくは教えてくれないものの、どうやら俺はこの地で事故に巻き込まれたらしい。そこら辺の記憶はぽっかりと穴が開いていて、本当のことは知らない。今回俺が来れたのは10年前のことだと、母が考えられるようになったためと、俺が行きたいと言ったからだ。ずっと母が嫌がるので何も言わずに実家に居残っていた。けれど最近あの夢を見る頻度が増えてきていて、それとともになぜか俺はここに来なければいけないと思った。誰かに呼ばれているようなそんな気がした。俺ちょっと散歩してくる。夕飯までには帰ってきなさいね。はーい。久しぶりだけど、どこもあんま変わってねえな。山に囲まれた田舎であるこの地は、栄えることもなく、衰えることもなく、ここだけ時間が止まっているようだ。住人はみんな地元に愛着があるらしく、この時代には珍しく若者離れは少ない。と言っても、田舎なので人口は知れているのだけれど。あっちぇ。飲み物持ってくればよかった。コンビニなんてこの場所じゃ、徒歩数十分の場所にある一軒しか知らない。それも、今来ている方向とは正反対だ。家を出る前の自分に、一言言ってやりたい。が、そんなことできるはずもないので、おとなしく
自販機を探すことにして昔の記憶をたどる。確かここら辺の道だったっけ。階段を降りて左へ曲がって少し歩いた先に、頭の中で聞き覚えのある声が響いた。昔誰かに教えてもらったような、それよりもこの声はどこかで聞いたような。考えすぎたのか頭の中がごちゃごちゃになってきた。とにかく今は自販機を探そうと足を進める。ふと視線の端に木々に囲まれた階段を見つけた。入り口には赤い鳥居が見え、小高い山の上には神社があったなと思い出す。そういえば昔ここで遊んだんだった。この山には神社と自然公園があり、公園の入り口は神社とは反対方向にある。けれど神社と公園は舗装されていない道でつながっており、行き来は可能だ。あの家からだとこっちの入り口の方が近くて、俺は毎回この階段を使っていた。あ、自販機。懐かしさに近寄った階段の先、見慣れたメーカーの自動販売機が少し向こうにあるのが見えた。さっきの頭をよぎった言葉の通りな点に少しの気持ち悪さを感じつつも、今は喉の渇きを潤すことが最優先だ。特に行くあてもなかった散歩だしと、道を引き返して神社へと続く階段に足をかけた。はぁ、思っていたよりも段数がある階段を上り終え、目の前には大きくも小さくもない神社が現れた。子供の頃はもっと大きいものと思っていたはずなのに、改めて見ると年季も入っている。けれど、町の人はこの神社にお参りをするし、年に一度は祭りも行われるため、町と同様に廃れた気配はない。アスファルトで固められた道から横にそれて、木々の生い茂る道へ入る。意外とこの道を通る人は多いのか、道はかなり広く、地面は土になっているが、固く踏みしめられていた。伸び伸びと育った木々は空高く、できる木陰で、今まで歩いてきた道より涼しくて快適だ。自然公園へ向かう途中、脇に小道を見つけた。そっちの道は、こちらより随分と狭く、人がすれ違うのはやっとな広さだ。足元も、土と雑草が入り混じっている。約束だよ。また、あの声だ。俺は、この声を知っている気がする。そして、この先にそいつがいることも。戸惑いとか、不安がないわけじゃない。それでも、戻るという選択肢はなかった。道の先、空を覆っていた木々が途切れた。途端に明るくなった視界に目をつむる。徐々に見えてきた先にあったのは、公園？小さな公園だった。自然公園にあるのとは比べ物にならない小ささの遊具は、古くて塗装も所々剥げている。あとは砂場とベンチがあるだけ。こんなところ、あったのか。人は誰もおらず、むしろこの場所を知っている人の方が少ないだろう。歩き疲れたせいもあり、ベンチに腰掛け、ぬるくなった缶の中身を飲み干す。はぁ、俺以外、
誰もいないはずの公園で響く音に、聞こえてきた方へと視線を移す。さっきは、遊具の影で見えなかった位置で、ブランコが揺れていた。とっさに出そうになった声を飲み込む。そのブランコにいたのは、高校生くらいの男。今の時代の若者には、なかなかいない和服姿。白くて、透けてしまいそうな存在感はまるで。幽霊。つぶやいた言葉は、向こうまで届いていないはずだ。なのに、そいつはまるで聞こえたかのようなタイミングで、伏せていた顔を上げた。あ。え？気がついた様子で、彼はブランコから立ち上がった。そのままこちらに近づいてくる。ここにいるのは、俺と彼だけであり。つまり。あの。俺？うん、そう。何？君の名前、教えて。は？初対面に対してこの第一声は、不審者か、ちょっと変な人にしか思えない。普通なら関わりたくないので、さっさと帰るところだろう。森本、明だけど。なのに俺は、律儀にもフルネームで名乗っていた。間近で見たこいつは、目をキラキラさせた子供のようで、悪い奴には見えなかったからかもしれない。森本、明。お前は？僕はセイって名前だよ。自分は名乗ったので、つい名前を聞き返したけど、たまたま会っただけの見知らぬ他人の名を呼ぶことはないだろう。そう思っていたのに、そいつは俺の隣に腰掛けた。ちょっと。アキは、どうしてここに来たの？は？つうか、ちょっと待て。その、アキって俺のこと？ん？うん、そうだよ。なんで？いや、なんでって。ダメ？別に、いいけど。ありがとう。で、どうしてここに来たか、だっけ。どうしてって言われてもな。たまたま歩いてて見つけたから、としか言いようがない。そっか。お前は？僕はずっと前から、ここにはよく来てるんだ。日課、みたいなものかな。あ、俺、もう帰らねえと。金、鳴ったもんね。じゃあな。あ、待って。何？あのさ、明日も来てくれる？まっすぐ見つめて発せられたのは、友達ができたばかりの小学生のような言葉だ。ほんの少ししか話してない俺を、こんなに必死につなぎ止めようとするなんて、同じ光景を昔に見たような。絶対だかんな。忘れんなよ。今、何か思い出したような。アキ、どうしたの？いや、なんでもない。本当？大丈夫？ちょっと、疲れてるだけだから。なら、いいんだけど。心配すんな。じゃあな。あ、うん。また明日。うん。夕焼け空が闇に染まっていくのを見ながら、家への道をたどる。最後に出た、また明日の言葉は、考える間もなく口から出ていた。そんな自分に、多少驚きつつ、
どこかでそれを望んでいた気もする。俺はまだこの出会いの意味を知らない。You're